巨人は16日、遠征先の福井から広島に移動した。14、15日は DNA との北陸シリーズで2連勝。13日に新幹線で東京から富山に移動。14日は富山での試合後にバスで約2時間かけて福井に移動し、宿泊先のあわら温泉の温泉旅館、グランディア方線、2午後11時過ぎに到着。 極上のおもてなしを受けて15日も解消し、貯金を今季最多5に伸ばした。この日は試合がなく移動日、宿舎から鶴ヶまでバスで移動し、鶴ヶから特急サンダーバードで京都を経由し、京都から新幹線で広島に入った。17日からマツダスタジアムで広島との3連戦に臨む。